はい、こんにちは、日本改革党靴沢です。和子様、山根様、ご支援ありがとうございました。何度もご支援いただき誠に、恐縮であります。ありがたく頂戴して政治活動資金させていただきたいと思います。昨日越谷駅で越谷支部長の逸見正隆と政治活動をしてまいりました。赤羽富士見の越谷と同日月で3連発いたしました。地味でも地道にコツコツと頑張って日本改革党の知名度を上げたいと思います。通りすがりのですね、四季島会に何回か来てくれた方が、つい近所に住んでるなんていう方がですね、声かけて、くださいました。月に2回ほど共産党がなんか越谷駅の駅前広場ってとこでダンデガダンデガ太鼓叩いて集会やってんですって。でその方それがですねやがましいっつって警察に通報するんですけれども、警察は何もしてくれないっていうですね。路上ライブなんかでもやがましかったら止めに入んだけどね、やっぱなんつうのかな、共産党すぐ弁護士連れてくからめんどくせえんでしょうね。その越谷の警察もさ、まあ埼玉県警ですか。情報ありました。 NHK がお手盛りでまとめたですね、デジタル時代における放送の将来像と制度のあり方に関する取りまとめ、今年の8月5日発表ですか。まあこういうもんなんですけれども、これ右肩下がりのグラフはですね、まあテレビ離れのことを示しておりまして、まあまあこういうようなことをまとまってんですけど、まあ NHK が言いたいことを要約するとですね、我々はこれまで国民の知る権利を保障する社会基盤として健全な民主主義をの発達に貢献してきた、まあ民主主義を支えてきたって言ってるんですけど、このままではネットに食われ我々は死ぬ2030年までにネット課金を正当化したいって言っております。この部分で、そう言っております。我々は民主主義を支える大事な大事な存在だ。だがこのままではネットに食われて死んでしまう、だからネットから金取りたい2030年までに、って書いてありました。フジデモや NHK スクランブルデモは絶対報道しないくせに何言ってんの、国民の知る権利を、保障してるどころか阻害してますよね。 NHK と民放の業界タッグこそ知る権利をですね毀損し民主主義を支えてるどころか歪めてんでしょ、民主主義に歪めてんでしょ。テレビ業界がまともだったらとっくにね立憲、共産、令和、社民はなくなってるし、9条もなくなってるし、外国人生活保護もなくなってるし、2030年までにネット課金を正当化したいって言ってから、それまで NHK 潰さないと、全部のスマホ代に、受信料上乗せ徴収されそうですね。その時は暴動でも起きんじゃねえのかな、思いますけれども、今のうちね我々おっさんたちがですね、子孫のために NHK を後世に残さない、ために頑張りましょう。というわけで10月2日スクランブルデモによろしくご参加ください。詳細は動画説明欄もっと見るをクリックしていただくとバッと開きますんでよろしくお願いいたします。9月19日、昨日すか、左翼の聖地代々木公園で C 和夫、福島みずほも参加した全力集会、開催したそうであります。国葬中止、脱原発、安保法廃止を1万3000人が声を上げる雨の中代々木公園で、東京新聞、報道。あ、雨降ったんだ、濡れたろうな、ざまみろとは言いませんけれども、まあこんな様子、まあ小雨でしたからね昨日ね。ネットの反応です。国葬と原発は無関係だろ失礼しました。肺がんになっちゃって以来たまにこんな咳が出ます。いつものこんな人たちですね。未だに学生やってる高齢者の安倍が治め国葬反対、脱原発、安保反対、東京新聞の時点で
共産党定期デモ、原発反対、国葬反対、安保理反対、東京新聞イコール共産党、欲張りセットやめえや、人が集まらないから主張も欲張りセットか、安倍がどうして高齢者ばかりなんですか選挙ギャルズはピチピチのナウナヤングだから問題ない、敬老の日に動員されて家族と食事会とかないのかよっていうようですね。安倍が最後の戦い気合入ってんな。1万3000人って主催者発表したけど全然そんなにいないそうであります。安倍魔王、まあ嘘なんですけどのあの消失はですね、そのままあの勇者ごっこの存続の危機だもんね。そりゃあのみっともなくですね、世界中に恥さらしながら個人叩きますよね。個人を死んだらみんな仏様みたいなのねえからね全然。安倍側は安倍を魔王と、仮定してですね、自分らはそれを対峙する勇者である。魔王がいなければ勇者も必要ないんだな。だってあのいい政府を暴力で倒して、共産主義革命実現したら自分ら山賊じゃん、山賊になっちゃうじゃん。だからあの今の政府は悪い、だから暴力で倒していいっていうことにしたいっていうですね。まあ勇者ごっこ50年以上やってるんですわ。国葬と原発無関係、まあその通り、共通点は共産党、その通り、国葬反対だけじゃあ人が集まらないから主張の全部乗せってとこでしょうかね。よく見ると護憲とかですね、日米の中国侵略反対とかいうプラカードもあったんで、そんなのするわけでいいだろ。一度ですね、日比谷公園で開かれた左翼集会、こういうのね、にスパイしに行ったことがありました。何人か体からお線香の匂いがしました。服に染みついてるんですね。連れ合いなくして、毎日拝んでんだか、まあ、あの、ご先祖様拝んでんだか、知りませんけれども、何人か、あの、そういう匂い、体からする人が、いたことを、あの、覚えております、鮮明に。各国大使館にですね、国葬出るなってお手紙出して、個人を弔えないのかと、呆れられた国の恥はですね、日本ジャーナリスト会議と判明いたしました。自分らがやりましたって誇らしげに自白しておりました。フラッシュ記事、もはや妨害、国葬反対派の過激化止まらず、参列知事に住民監査請求、各国大使館へ欠席を求める手紙まで。フラッシュってどこでしたっけ、講談社でしたっけ、ネットなんです。うわー、なんて恥ずかしいことを、狂った個人の仕業かと思ってたわ。日本叩きのお仕事の一環、お前ら世界中から狂ってるって思われてるぞ、勝手に日本人の代表面すんな、狂気を感じる。まあ日本ジャーナリスト会議はですね、1955年創立だそうであります。何やってっとこかっていうと、日本ジャーナリスト会議賞を授与する、まああの左翼記事ばっかりなんですけど授与するのはね、反戦平和集会の主催、活動家ですね、月刊機関誌ジャーナリストを発行してったことだって、などがあの主な仕事で、テレビ新聞労働組合が構成員。数あるまあ共産党の偽装団体でしょうね。労働組合員から吸い上げた党費、組合費をさらに吸い上げて活動しとる、上納。組合専従が労働貴族だったら、こいつらあのさらに吸い上げから労働王族って感じですね。こんなね、あの国辱団体、日本の恥を世界中にさらす団体は子孫に残せないですね。あの NHK 同様ね、新聞テレビを弱体化させればこいつらも消滅すんだろうか、まああの NHK 潰せばこいつらも自動的にいなくなるんだろうか。大使館の皆さんね、あのこいつら日本人代表でも何でもないので、日本人じゃないかもしれないし、怪文書扱いで無視してください。少し頭がおかしい連中なんです。無視してください。あら何でしょうって気にも留めないでください。さらに長崎新聞、国葬反対訴え、市民ら
5人がデモを行う、デモ行進と、報道。お散歩じゃねえか5人だったら、まあこんな図なんですけれども、あら、隣の女性は介護の人かな、介護の人も混ぜて5人なのかな、黒田成彦って言うんでしょうかこれ、聖彦とは言わないな、成彦さんかな、成彦かな、長崎県平戸市長が思わず発言、たった5人のデモがニュースになるんですか。ああ言っちゃいましたね、ネットの話。5人かい、どうして5人でニュースになるんですかね。5人のデモをよく取材に行こうって思ったよね。この報道は逆効果なんじゃ、反対なら反対で A がなんでそれアピールするの、長崎新聞社員のやらせでは、まあね、家族とかにお願いしたら5人ぐらい集まろうな、休日の新宿で100人しか集まらない時点でお察し、300人集まった NHK スクランブルでも決して報道しないくせにですね、救助を守れであるとか原発なくせ集会だったらたとえ数人でも全国放送、まあこれに追加でですね、国葬反対ならたとえ5人でも報道と、連中言ってましたよね、あの大多数の国民が国葬に反対してる、大爆笑ですね。地方といえどたったの5人か、賛成容認無関心な人は黙ってますからね、絶叫する反対派にますます世間が引きますね、魔王設定の安倍さん初出で50年以上続けてこれた勇者ごっこそのものがなくなる危機だもん、そりゃ必死になるわな、必死になりすぎてなんか事件事故を起こして浅間山荘みたいにあの徹底的に世間から見放されるって可能性もありますよね。なんかあの国葬会場で、暴れる騒ぐなんかやるとかですね、ますます簡易化してるってフラッシュも書いてありますんで、公安さん頑張ってね、事件事故を未然に防いでね、まあまああの世間に見放されるっていうのも一興なんですけれども、徹底的に、情報ありました。2020年白賀百合子市長候補の選挙か、八王子市長選、こちらですね、9182、2021年吉川ほのか衆議院候補、9182共産党吉川ほのか、出たそうですね、共産党青年部である民政出身のエリートだそうです、吉川ほのかさんね、2022年9月18日おとといですか、ノーウォー八王子アクションっていうグループありまして、これ総がかり、イコール文との菱山直子グループなんですけど、八王子在住のね、9182と、同一車両だな、八王子アクションは偽装共産党と考えて間違いなさそうですね。知ってましたけど知ってたけど、八役構成員の高齢者さん、若いの菱山しかいねえって、吉川ほのか衆院候補はこんな顔、言っちゃなんですが、この人日本人ですか日本人なの、とうとうあの民政にも、まあ共産党の青年部なんですけど、民政に日本人いなくなっちゃったのっていう、感じ、八王子選挙区で3位で落選しました衆院選、萩生田さんが当選15万票で、でもこいつもですね4万4000票も取ってて油断ならないんですよね、20年市長選白賀百合子は4万7000票で次点落選、こんな顔してる、誰がに似てると思ったら中核派の、杉並区議の洞口さんに似てんな、この人ね、似てんな、あのなんかほっぺたの盛り上がりとか似てんな、偶然ですけどね、2020年から21年の八王子の共産党員は4万7000票市長選から4万4000票、衆院選に減りましたんで3000人減ったってことかな、八王子の共産党員、今年7月の参院選はですね、八王子の共産比例票はなんと2万3000票半減しておりました。だいぶ減ったな、ちょっとあの半減っていうのはちょっと減りすぎなんで、ひょっとしたらね、あの重要選挙区に住民票を移したか
それとも令和に食われたなのかなってちょっと予想しておりますけれども、日本人なの、日本人名乗るのこれで見てる。まあいいんですけれどもね。というわけで、NHK スクランブル10月2日渋谷でやります。いらしてください。メール当院さん大募集であります。メール当院、毎日届く知見に満ち溢れた、メールマガジンをご購入くださって、日本改革党をご支援ください。よろしくお願いいたします。あとはまだまだ筑紫部長空き全然ありますんで、我こそはと思う方手挙げてください。いずれも動画説明欄をクリックしてですね、そっちから詳細見てください。よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。